和歌山県立医科大学附属病院は、和歌山県和歌山市君井入にある、公立大学法人和歌山県立医科大学に付属する大学病院。県内唯一の特定機能病院である。高度救命救急センター、癌診療連携拠点病院、周産規模治療センター設置病院、エイズ治療拠点病院、医師の卒後臨床研修指定病院。 和歌山県災害拠点病院でもある。分院として、伊郡桂木町に、和歌山県立医科大学附属基北分院がある。なお、13階にはレストランがある。高度救命救急センターは、1989年に ICU 病棟を中心とした、高度集中治療センターとして、開設、1999年に ER と日本型三次救急医療の機能を加え、 翌2000年に救命救急センターに指定。和歌山県内には地理的条件により工事医療機関までのアクセスが困難な地域も多く、県全体の救急診療、地域医療をさらに充実させるため2003年にはドクターヘリコプターの運行を開始、1時から3時救急疾患を24時間体制で収容している。厚生労働省が行っている。 救命救急センターの充実段階評価で常に上位を維持している。病院1階に位置し、1時から3時までの救急症病者の初期診療にあたる救急外来。重症処置ベッド5床とオーバーナイトベッド12床を有し、加えて一般診察室と眼科、耳鼻科、歯科の特殊診察室がある。単純 X 線写真と64列 CT 撮影室が、 重症処置ベッドに隣接している。オーバーナイトベッドは、かかりつけ病院での診療が困難な場合などに、病状に応じて ER で、翌日勤帯まで観察後かかりつけ病院などへ、転送できるシステムで、周辺各病院に協力を依頼し、2012年1月より運用している。また2012年2月からは、DSA 可能な投資装置が新たに設置され、 外傷を中心に超重症症病者に対する迅速なダメージコントロールサージェリー、手を ER で行うこともある。その他、通常の投資によるイレウスロングチューブ挿入、各種経費的ドレナージ、骨制服などの処置も可能。また、上部、下部消化管内視鏡、気管しない視鏡や移動可能な人工呼吸器、PCPS 装置も ER 内に常備しており、 迅速対応が可能。ER での初期診療後に、救急患者が入室する病棟で、重症度や疾患に応じて、ICU、白、つく、急に分かれている。人工呼吸管理、循環補助治療、急性血液浄化療法などの特殊治療を行い、院内すべての内科系、外科系診療科患者が急変、重症化した際に、 最適な全身管理を受けられるよう医師が24時間体制で集中治療管理を行っている。ありがとうございます。